るし、まずは3連勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。まず今日の試合を振り返ってみていかがでしたでしょうか。そうですね、難しい試合になるっていうのを分かってましたし、本当に横浜のチームはみんな体も大きいですし、本当に厳しい試合になるっていうのは分かってた中でも、まあ、いい結果出せたと思います。はい、そしてご自身としては今日のゴールで、Fリーグディビジョン1で節目の300ゴールを達成ということで、すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。この節目の300ゴールですが、ご自身でこの記録についてどう思われますか。300ゴール、いや、素直に嬉しいですし、本当に、いいチームメイトに、恵まれているおかげでこの300点を決めることができたので、本当に今まで、やってきたチームの、チームメイトのおかげでここまで達成できます。そして今後に向けて個人的な目標とかあれば教えていただけますか。そうです、僕は300ゴール決めて引退しようと思ってたんで。引退？何引退って、どうしようかなって考えてまだまだ頑張っていただきたいと思いますが、最後に集まってくれた松田ファミリーにメッセージをお願いいたします。はい、今日も、たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございます。でも、開幕に比べるとやっぱちょっと、空席が目立ってしまったので、僕らも、しっかり頑張ってもっともっと人を呼べるように、やっていきたいと思いますので、次のホームもよろしくお願いします。ありがとうございました。森本選手、ありがとうございました。